はい、追いかけポケットの斉藤です。今日もクロッキーをしていきたいと思います。今日のモチーフはウクレレ、この楽器を描いていきたいと思います。ウクレレのこの微妙な曲線ですね、柔らかい曲線をどんな風に描くか、それをやってみたいと思います。ウクレレは前に置いて、でウクレレは曲線でできていますが、最初は四角い箱で描いていきましょう。四角い箱で、厚みもある四角い箱ですね。で、真ん中に軸があって、先っぽがついてきます。大まかなバランスを取ってしまいましょう。そしてこの四角い箱が、まあ、頭の方が少し細いのでね、ちょっと、台形にしていきます。でここまで描いて、まあ、中心も意識して、ここから丸みをつけていくとつけやすいです。この四角い箱にしてからカーブをつけていってあげる。で厚みを、またねここで描いていきます。厚みもつけて、まあ基本箱型になりますからね、箱型、四角い箱を意識して、それから、柔らかい曲線の箱にしていくという描き方ですね。であとは細かい表情をね、丁寧に描いていくんですが、まあ、この時はだいたいこのラインですね、斜めになっているラインがどのぐらいの角度をしているかな、それを常に意識して、頭のところはちょっと下がった格好になっているんですが、こんな感じですね。で、金具のあたりがちょっと複雑な、ね、形になってますね。そしてあとはここに穴が、丸い穴がね開いてるんですが、このまん丸い穴を描くときに注意していただきたいのは、まん丸い穴は、この全体の形に惑わされないように、まん丸い穴ですけど、平らな台の上に平らに置いてあるので、これは、丸いコマがまっすぐ立ってるようなイメージ、平らなところにしっかり置いてあるので、この丸い穴は斜めにならないように、まっすぐ立ってる、コマの丸さみたいな形で描いていただけるといいです。であとはじゃあもう一度ね、線を強くなぞって仕上げにしていきたいと思います。そうですね、弦がちょっとまっすぐ引くのが難しいですけど、こんな感じでウクレレのクロッキーになります。これで、ね、短い時間で描くクロッキーは、まあ、しっかり仕上げようと思わなくてもいいので、たくさん、身近にあるものを描いてみることで練習になります。皆さんもぜひいろいろ描いてみてください。